超徳まさ徳ばりは、元松の軍人、字は人保、合皮の人、主元章に仕えて、彼の勢力拡大に貢献した。最略豊かで、気象は大しく優れていた。1355年5月、有通海羅と共に、主元章に新自由する。6月、私公子、採石、太平を攻略した。陳野戦が攻めてきたが、岩羅と共に破り、 深夜先を捉えた。1356年3月、衆喜び、信仰を攻略し、神話いつばさげんを授かった。1357年3月、上州を攻略し、数密院番に抜擢された。4月、姉国を攻略し、長宗兵を治めた。5月、太古、馬、後山を攻略する。6月、技巧を攻略し、馬佐。 石パ祭を攻略した。千数密院寺に進んだ。1358年4月、長広氏勝が池州を攻略した。長徳勝は援護に向かったが、応せずに帰還した。10月、助通るに従って、技巧を攻略する。1359年3月、長広氏勝が、青尾、石を攻めた。4月、長徳勝は、策攻口で戦い。 敵軍を敗走させた。同じく、有通会も敵軍を破り、池州を回復した。九月、ジョトールと共に、浮山から退却する、超広志勝の将、古僧官を追撃し、青山で戦った。北へ逃れる敵軍を追い、千山へ至った。陣友良の将、角安氏が、佐賀で、超徳勝りを攻めたが、これを切って勝利する。そして、千山を攻略した。 1360年5月、陣友良が流行へ進攻した。蝶徳政サは水軍を率いて、流行関から出撃し、敵兵を多く撃ち取った。蝶徳政サは大きく叫び、士気を鼓舞したため、諸将は奮起して戦った。陣友良軍は大敗し、主元将の命により、蝶徳政サは、諸将と共に追撃し、事故で敵戦を焼き払った。採石に至り、戦没した。 去年33、再国公を送られ、ただした決しと送りなされた。肖像を香辛病に奉られ、体祖病に祀られた。ありがとうございます。